皆さんこんにちは。お役立ち堂ネットのあずきです。自分らしい役立ち方を表したお役立ちイメージですが、このお役立ちイメージを作ったら、みんなその後どうやって実践しているのかなって思ったことはありませんか？そこで新しいシリーズ、お役立ちイメージを実践してみたを始めます。実際にお役立ちイメージを描いてどうだったのか、今はどのように実践しているのかなど、実践者の生の声をお届けしていきます。今回はうずらさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うずらさんがお役立ちイメージを作ったのは、入社して育成期間が終わってすぐでしたよね。はい。でもその時はシートを渡されて、書いてくださいと言われて、とりあえず埋めたという感じですね。お役立ちイメージの本来の意味はあまり分かっていなかったと思います。そうなんですね。では、お役立ちイメージの意味が分かったのはいつ頃でしょうか？数年後、会社でお役立ちイメージを推進する方針が出て、年に何度か全社でお役立ちイメージ共感ミーティングをやるようになってからですね。それと同じ頃にチームビルディングの一環だと思うのですが、チーム会議の中でお互いの強みや何に貢献したいかを話し合ってからだと思います。会社の方針がきっかけなんですね。はい。それで自分自身が何かの役に立つイメージを持つことが重要なんだなと思うようになりました。それで改めて以前に書いたお役立ちイメージを見て考え直してみたのですが、基本的には変わっていない。これが私自身のお役立ちなんだなと感じました。そうなんですね。うずらさん自身のお役立ちを改めて認識してからは何か変化はありましたか？そうですね。仕事は自分の得意なことを発揮できるような仕事もあれば、そうじゃない仕事もありますよね。その中で自分でもこれは得意だなと思ったり、人からもこれは強みだねと言ってくれるような仕事に対しては、ちょっとイニシアチブを取っていこうとか、そんな風に考えて動くようになりましたね。それはいいことですね。他にはありますか？これまでは自分はどうしてできないのかなって自己嫌悪に陥ることも多かったのですが、お役立ちイメージは強みがクローズアップされるので、ある意味できることは精一杯貢献して、できないことがあってもまあ仕方ないのかなと思えるようになってきました。少し楽になった気がします。それを受け入れてくれる周りの環境も良かったのだと思います。楽になるっていいことですよね。逆にこれはこれからの課題だなと思うことはありますか？自分の強みで貢献できるというところは迷いがなくなってきているのですが、これをやりたいとか、この分野でこんなお役立ちをしていこうっていう志のところまでは描ききれてないので、もう少し考えていこうと思っています。確かに全部を意識してやっている人は多くないかもしれないですね。でも着実に意識しながら日々行動できているというのはいいですね。お役立ちイメージを作ってよかったですか？さっき言ったように高い志が持てる段階まで行っていないので何とも言えないのですが、自分の強みとか拠り所が分かってきたので、作ってみてよかったなぁと思っています。あとは仕事の中で私だからこれに貢献できたという自覚も持てるようになりました。ちょっと自信につながりますよね。自信につながるのっていいですよね。ありがとうございます。最後の質問です。もっとこうしたらお役立ちイメージを実践しやすいのにと思うことはありますか？私の場合は自分だけでお役立ちイメージを作るのはちょっと難しいなと思いました。最初に言ったようにシートだけ渡されても私には絶対描けないですね。周りからのいろんな意味での刺激って必要だと思います。
何も会社の人だけじゃなくても、家族だとか友達とかと一緒にワイワイと話せたらいいなと思います。そうですね、仲間ぐるみ、職場ぐるみで取り組めるといいですよね。今日はありがとうございました。これからもうずらさんらしいお役立ち道を歩んでくださいね。ありがとうございました。らしさでつながり、みんなで役立つ